よーし。人間ごときがまたしても反戒ようか。太閤の牢獄を拒んだ反逆者どもよ。そっちこそお宝が神様気取ってないで黙って壊されなさい。愚かだ。まだわからんか。貴様らの行動は救いになどならん。なぜ我が聖杯でありながら神だと思う？どういう意味？選ばずとも良い自由、考えずとも良い自由だが、皆が誰かに肩代わりをさせた気でおれば、実際は誰もしておらぬのが当然の道理。そこに広がる巨大な歪みを誰が引き受ける？その答えがあなただというの？いかにか。つまりは人間自身が聖杯に支配する神であれと望んだのだ。それを拒み続けるならば、もはやこの世に貴様らの居場所などないものと心得よ。だからどうした？あくまで抗うのか。誰からの称賛も得られんとしても、周りの方がどう思うかに縛られるのは随分前にやめました。そういうこと。従わぬというなら今一度受けるがよい。我が秩序を乱す賊どもに裁きの鉄槌を。手を出そうというのか。我は大衆の願いを叶うる者、大衆の願いの声を。おののけ人の。まずはあの輸血のチューブみたいな補給線をなんとかするぞ。じゃないと終わりがない。ただし相手もそこは分かってる。真正面からやっても邪魔される。誰か一人切るためだけに送り込まないと無理だ。そいつが切ってる間、邪魔されないように残ったメンバーは攻撃して注意を引いてな。まずはあの赤い補給線からだ。俺がやろう。任せ。よし、実行する。こそは大衆の幸福。それを分からぬ愚者には滅びを与えねばならぬ。いいぞ、気づかれてないようだ。進むぞ。Drawing nearer.
界を崇める大衆は無尽蔵にいる。その願いと力が我を永遠にする。問答無用、助ける。囚人どもの力が流れ込んでこる。反逆者どもめ、回復手段は潰したな。あとは真っ向勝負だ。やれ。彼はもう一人の俺だ。てっベルトだ。やるわ。感謝する。来たれ。これもまた私。愚かな。ついにやったか。どう？目標沈黙したけど。もしかしなくてもやべえだろこれ。どうなってる？これが真の姿。こんなの。ビビんじゃねえ。人間の無意識より家出し管理者、統制の神ヤルダ・バオント。ありえねえぞ。ビールかよ。聖杯の時点であんだけでかかったのに。管理者の役目は人間を正しい発展に導く。そして人間の愚かさと対抗が示された今、それを粛清するのは神の役目。てめえがってな、デキレースだったじゃねえか。愚かな大衆は強い人間を受け入れない。怠惰な思考を撒き散らし、世界を退化させていく。
人間に任せておいては緩やかに破滅するのもはや構成などとは生ぬるい。彼らは悪人なわけじゃない。そう、彼らの多くは善良な市民。しかし彼らは目の前の一本道を行くしか能がない。なぜなら悩むことを選択することは苦痛が伴うからだ。道の先が破滅の崖だとしても考えず進むだけ。そんなものは理性なき獣の群れと同じだ。てめえで勝手に理想を押し付けて勝手に失望してるだけだろ。神のくせに思い込み激しいな。人間のためというのなら人間に倒されるのもまた本能では。我は世界を支配し統制する存在。世界の未来は我の采配次第。歯向かう者は天よりの刑罰を下す。桁違いすぎる。こんな奴に勝てるのか。最高の展開じゃねえか。本気出してきた神が相手なんだぜ。これ以上の大物がいるかよ。まったく、いくらなんでも大物すぎるのよ。気合いで涙。みんなと一緒ならできる。当然。神を倒して優秀の美化、芸術だな。要はぶっ倒しちゃいいんだよな。まったく、最高にバカな連中だぜ。お前たちと組めて我が輩幸せだったよ。我が輩たちの未来、そしてこの世界、取り返してやろうぜ。許容もなく慈悲もない。我が統制に歯向かう反逆者、破滅せよ。だけどみんながいる。絶対倒す。しとめる。小ざかしい。ひれ伏せ。容赦しない。小ざかしい。小ざかしい。うまい。我は何時、はあ、やめよう愚か者。これでどう。感謝する。ありがとう。こうです。小ざかしい。我は解き放つ色欲の大罪よ。人間よ、お前に逃れる術はない。人類が称えた狂気は破滅を呼ぶのだ。腕が生えた？あれ、銃を持ってんのか？これは罰である。なんだこの攻撃は。人類が称えた大罪？どういう効果か分かるまで警戒を怠るなよ。色欲に支配されてる。うまく動けなくなるかも。くらえ。やめよう愚か者。
覚悟の時間だ。小ざかし。色欲に支配されてる。集中して妄想で動く。おい、妄想はお家帰ってからにしろ。どう？我は解き放つ巨食の大罪よ。人間よ、お前に逃れる術はない。人類が称えた義兄が破滅を呼ぶ。また会えた。持ってるのは金か。警戒しろ、何してくるか分かんねえぜ。死が貴様らを捕らえよ。違う攻撃をしてきやがった。しかもまた滞在ってどういう意味だ。そこか。色欲に支配されてる。うまく動けなくなるかも。これだな。人間よ、お前に逃れる術はない。人類が称えた我欲が破滅を呼ぶのだ。今度は剣か。あれに切られたらヤバそうだな。断罪する。また違う攻撃か。本体は今後も違う攻撃をしてくるかもしれねえ。より慎重に戦うぞ。今はペルソナ召喚に余計な負担がかかる状態みたいだぞ。喰らえ。覚悟の時間だ。ペルソナ使うなら気をつけろ。いつもより消費が大きくなってるぞ。はい、ありがとう。どうぞね。我は解き放つ憤怒の大罪よ。人間よ、お前に逃れる術はない。人類が称えた劇場が破滅を呼ぶのだ。今度は本を持ってるぞ。
警戒を怠るなよ。警護を与える。無駄に怒りまくり状態だ。落ち着けて。まだやれる。奪え。やめよう愚か者。怒りに支配されてる。言うこと聞いてくれ。強欲の大罪よ。人類が称えた執着が破滅を呼ぶのだ。これは罰である。
助かった。どうもね。我は解き放つ人間よ。お前人類が称えた死が貴様らを奪えよ。そこか。小ざかし嫉妬心に支配されてる。仲間割れしちゃうかもだぞ。くらえ。おりゃ。ありがたい。感謝です。ジェラシー暴走状態。こんな時に仲間割れはやばいよ。どう。さあ行くぞ。傲慢の大蛇人間よ。お前に逃れ人類が称えた刑を与える。今攻撃したら反撃される。ここは慎重に行け。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。奪え。反撃を食え。くそ。やめよう。でも攻撃したらダメだって。フォックス。今攻撃したら反撃される。ここは慎重に行け。感謝する。どうぞね。無意識の深淵が破滅を求めるのだ。人間よ、何時そして破滅の門をくぐるがいい。なんかとんでもないのが来る。敵が力を貯めてる。必殺の一撃が来るぞ。敵が力を貯めてる。必殺の一撃が来るぞ。神罰からの救いはない。大丈夫か。回復優先だぞ。いただいていく。みんな体力やばいぞ。誰か回復できないか。
めよ、愚か者。助かった。感謝です。どう？小ざかしい。断罪する。死が貴様らを捕らえよう。刑を与える。モナの体力やばいから。モナが危険。体力減ってる。奪え。ありがたい。どうぞね。ご覧あそばせ。ひれ。断罪する。モーナさん、すごい。死が貴様らを。サポート、この子。ノアル、防御力が下がってるよ。食らえ。やめよ、愚か者。敵が力を貯めてる。必殺の一撃が来るぞ。やってやる。ジョーカー、防御力が下がってる。敵が力を貯めてる。必殺の一撃が来るぞ。小ざかしい。神にあだなす愚か者が。これが破滅に抗う力。やったのか。いや、まだっぽい。我が統制は破滅になど屈せぬ。我が統制はこの世界の真理なり。こいつ、強え。神だって言うなら、人間を理想に導けよ。それができないから滅ぼすんだろ。自分の存在を誇示するために。だから監視してたんだろ。大衆の反応が気になって仕方なくてさ。そんなとこだろうな。何百年生きてんのか知らねえけど、
極めつけの老害だな。どこにもいるよね、こういうの。たわごと。何これ。くそ、見えねえ。そんなにこの世界から消したいの？みんな、世界に見捨てられたなんてだ。もはや居場所はいずこにもなし。やられるわけにはいかねえよ。私たちが負けたら世界が立たなきゃ。力が。私ももうここまでなの。統制にはひとかけらの不足も許されない。やっぱ無理だったのかな。途中までは面白かったのに。神様と人間だもんね。聞こえるか、大衆の声が。神に背くなんちらを嘲笑っておるな。人間など欲望の塊でしかない。これでは世界など衰えるが道理。神に背いたる罪は重い。罰として永遠の痛みを味わうがよい。させない。希望の芥を集めた従者か。そのような卑小なるもので我が企みを覆せるわけもない。人間の希望だって欲望だ。そいつをなめんなよ。我が輩たち怪盗団は相手が誰だろうと屈しない。たった一人になっても立ち上がり、最後まで戦い抜く。そして絶対、絶対に世界を奪い取る。状況までなんとかできるのか。さすがに無理だよ、こんなの。やっちまえ怪盗団。なんだこいつ。今まであいつらがなんで体張ってきたと思ってんだ。いい加減目覚ませよ。いつまで逃げてるつもりなんだよ。怪盗だ、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 
前も怪盗団に惚れた口かい？そうです。ひょっとしてあなたも？まあな俺らだけじゃねえみてえだ。ここまで来て負けるとかなし、最後までやり遂げて。これでも期待してんだぜ。絶対勝てよ。応援すれば勝つならいくらだって応援するし。こんだけ人の心を掴んでんのよ、負けたら承知しない。私にはわかります。あなたたちならどんな運命にも抗える。君たちは今まさに変革を起こしている。行け！前を向いて戦い続けるの。私もそう教わったから。ずっと応援してきたんだ、今までもこれからも。あなたたちこそ最後の希望。どうか。お前らのせいで俺まで諦め悪くなっちまったよ。立て、負けんじゃねえ。誰が何と言おうと俺はお前らを信じる。一撃怪盗団。頼んだわよ怪盗団、最後まで私は君たちを信じる。お前がバカにしてきた人間の声が。お前の支配なんて誰も望んでないんだ。そうだろ？負けるな。そうだよ、期待させたんだから頑張れ。もう一回認めてあげるから。なんで上からなんだよ。でも応援してくれてる。悪い気はしない。まだ夜直し終わってねえぞ。そんな人と消されちゃう。言われるまでもない。消えてなんてやらない。もう遠慮しないって決めたし。いいぞ怪盗団。世界を創造するのは神だ。神だ。我が輩は決めたんだ。守りたいものを守るために正義や信念を貫く。モルガナ、お前たちもそうだぞ。世界を奪い取るって決めたなら最後の最後で曲げるなよ。一緒にあいつを倒そう。神様よ、愚かな人間が祈ってるぜ。この世界にてめえの居場所なんかねえってな。悪神に最後通告してやれ。そこねた。愚かな大衆の祈りなどいくら集まったとて。何？
でかこんな巨大な力、まさかペルソナなのか。ありえねえ、なんだあれ、あれも怪盗団の仕業なのか。マジすげえ。いいぞ怪盗団。愚かな、これだから人類は。今の王で退治してやるってわけか。トリックスターにふさわしい最高の始末だ。ジョーカー、我がハイラの力と人々の希望すべてを託すぜ。決着をつけてやれ。奪え、アタナイル。うせよ。バカな、人々の願いを奪うのか。なんという力、この我は全ての大衆の願いより生まれた神を超えるか。これが真のトリックスター。イゴールめ、ざれ言ではなかったか。お宝じゃねえ。なあモナ、世話になったな。モナちゃん、モナ、人間には世界を変える力がある。今はほんの少し忘れてしまっているだけ。はい。お前たちのおかげで役目を果たせた。全部モルガナのおかげだったんだね。憧れの人間の役に立てたんだ。こんなに嬉しいこと他にあるかい。ここももうすぐ消える。帰るとするか。